赤い森とは、ウクライナのチェルノブイリ原子力発電所から 10km 圏内にある森を指す。1986年4月26日のチェルノブイリ原子力発電所事故により放出された高レベルの放射性物質を取り込んだことにより故死し,した松が赤茶色に見えたので赤い森と呼ばれる。事故後の汚染除去作業で赤い森の木々は伐採され埋め立てられた。 この場所は現在でも、世界で、最も汚染された地域の一つである。放棄された、プリッピャチの居住地区、残存している樹木赤い森は立ち入り、制限区域内に位置しており、原子力発電所の事故で放射性物質を含む、煙や地理が雲となり、大量の放射性物質がこの地域に降り注ぎ、松の木には故死した。事故を起こした四号路の場、事故後の汚染除去作業で、 赤い森にある松の木々の大部分が伐採されて埋められ、その上を砂で厚く覆い松の若木が植林された。伐採された木々は放射性物質による汚染がひどく、他の場所に移動させることは危険が伴うためその場に埋めざるを得なかったからである。なお、木々が朽ちるにつれて放射性物質が地下水に達することが懸念されており、人々は赤い森の周辺の汚染された地区から、 避難することとなった。プリッピア地の近くにある放棄された村セシウム137による汚染地域1986年に人々が避難すると放射性物質に汚染されているにもかかわらず赤い森へ動物が移動してきた。事故後の放射性物質による汚染によって赤い森における植物症及び動物症は劇的な影響を受けた。事故後、 数年間で赤い森の生物多様性が増したように思われる。赤い森の植物の中に突然変異を起こしているものが多数存在するとの報告があり、それにより赤い森は強く変異した植物が多数存在する不思議の森であるとの確証のない話がされている。特に木々の中には空に向かって伸びずに枝を不気味に曲げているものもあった。事故後、数年間で 巨大化した植物もある。形状は通常のものと同じであるが、サイズが平均よりもはるかに大きくなっているのである。赤い森における植物の巨大化や他の変異は立ち入り制限区域の中でも最も放射性物質で汚染されたところで見ることができる。赤い森のある場所は世界で最も汚染された地域の一つであり続けているが、この場所は驚くべきことに、 多くの絶滅危惧種にとって豊かな生息地になっている。原子炉を囲む地域から人々が避難したことにより、草木が生い茂り他に、類の見ない生息地が形成されるに至ったのである。BBC の科学ドキュメンタリー番組、ホライゾンが1996年に放送した、インサイドチェルノブイリ、S サーカファゲスでは、 事故を起こした四号路の中にできた大きな穴から鳥たちが出入りしているところが見られた。動植物の放射性物質に対する体制は、著しく異なっているが、放射性硬化物による赤い森の植物症及び動物症への長期的な影響は十分には知られていない。斧の毛の発育が止まった鳥がいることも報告されている。この地域では、甲の鳥科の鳥類、狼オオ、ビーバー、 わしが生息していることも報告されている現在赤い森の放射性効果物による汚染のレベルは最高で1 0ミリレントン玄米児だが通常は10ミリレントン玄米児である赤い森に存在する放射性物質の90%以上はその土壌に集中している科学者は放射性物質で汚染されて放棄された町と周辺の地区を汚い爆弾の爆発による 放射能汚染や化学兵器、生物兵器による攻撃のモデルとして、他に類を見ない研究施設として使用することを計画している。赤い森のある場所の自然は生き続けており、人間の与える影響が著しく減少したことにより反映しているように見える。現在では、ストロンチウム90及びセシウム137による土壌汚染が懸念される。今日、 最も高いレベルのセシウム137は土壌の表層から見つかっており、それは植物や土壌にいる昆虫によって吸収される。放射性物質による土壌汚染が数世代にわたることを懸念する科学者も存在する。ありがとうございます。